はい、2021年度、買ってよかったもの編、ガジェット編ですね、行いたいと思います。先日ですね、登山用品、買ってよかった登山用品を、ベスト5行きましたけれども、今回はガジェットを5つ、紹介したいと思います。まず第5位、アンカーのですね、こちら、パワーエクスパンド6 in 1、USB-C ハブですね、こちら、買いました。こちらですね、何がいいかっていうと、こちらですね、 USB-C、が2つですね、使えます。データ転送用と充電用。こちら、差し込んで1個しかないと、ちょっとあんま使えないですよね。2つ、使えるっていうところがいいところ。それとあと HDMI ですね。 HDMI を、使える。それと、USB-A ポート2つですね、こちらも、使えます。まあとりあえず SD カードが使えないんですけれども、まあ値段も5000円ぐらいだったので、こちらをまずは買って使ってみようということで、使って使いやすくて重宝しているというようなタイプになります。第4位、ドン、こちらになります。こちら、CIC のスマートコビー、モバイルバッテリープロの 30W っていうものになります。こちらはですね、30W 出力、が可能になっていて、 USB-C と USB-A、を搭載していて、容量が1万ミリアンペアね。で、急速充電も、可能ということ。それと、なんといっても、こう、軽いんですね。183g。大変軽量で、こちらの大きさがですね、77ミリ、56ミリ、そして厚さが、こちらが26ミリ、ということで、クレジットカードよりも小さいサイズ、になっています。まあ、それともう一つ、こちらですね。こちら今、100% って出てますけれども、こちら数値が出るっていうのも、大変良くてですね、これ一つあれば2泊3日の登山で、携帯電話2回充電できるというところで、使っていて、大変重宝しているものになります。こちらが第4位ですね。そして第3位、こちらになります。こちら何かわかりますかね。こちらボヤタの、PC スタンドですね。こうするとこんな感じでですね、立ちるような形です。でここに PC スタンド、iPad ね、いろいろこう使えるようなものになります。こちらですね、YouTuber の平岡さんがおすすめしていたもので、ちょっといいな、硬い、しっかりしてていいなと思って狙っていたものがちょっと安くなっていたので、買いました。会社のですね、パソコンが、デスクトップから13インチのノートに変わって、ノートと、プラス24インチのモニターというような形に変わって、高さを合わせるためにあったらいいなっていうところで買ったんですけれども、実際はですね、ここ、平らでしっかりしているので、膝の上に乗せて、ソファーに座ってテレビ見ながら、目の前に iPad を置いてテレビでニュース見ながら、iPad ちょっとこう閲覧するなんていうような、感じで使ったりですね、まあいろんな、形で、動画視聴とかでね、使って、非常に使いやすいので、重宝してます。
あとこんな形でね、こんな風にちっちゃくなりますので、持ち運びも、便利ということで使っております。こちらの方が第3位になります。そして第2位ですね。ドン。第2位、がこちらになります。スマートフォンですね。ハーウェイの P30 Pro というスマートフォン、ちょっと古くてですね、2019年の3月発売のモデルなんで、中古で 22,500 円で、購入したものなんですけど、なんでこれ買ったかって言いますと、カメラ性能がねすごくいいんです。こちら当初9万円弱のハイエンドスマホということで、売りに出されていたもので、まあ、私登山でキャノンの一眼レフ、EOS のキッス、を使っていて、広角、マクロ、望遠の3つのレンズを持って上がるんですけれども、まあ、ちょっと重いなって思っていたところと、あとあの近所のですね、水元公園っていうところがあって、そこってあのカワセミとかいろんな鳥がいるんですけど、それによくこう出くわしまして、その時にまあ、あの当然一眼レフは持っていないので、私の iPhone で撮ってもちっちゃくしか映らないので、なんとかならないかなっていうことで、コンデジを探し始めた。で RX のね100シリーズちょっと考えてたんですけれども、こちらのカメラ月も映りしますよというような、振り込みで出ていたので、ちょっと安い中古で、ね、買って試してみようと思って買ったのがスタートです。で何が良かったかね、特に良かったのが、6点あります。まず1つ目、一眼カメラで撮影したような、ボケ感がですね、すごく良くて、食べ物や、人物、本当に綺麗に撮れます。2つ目は月がですね撮影できるというカメラで、50倍までですねズームができます。まあ、一般的に5倍までが、光学ズームなので、そこまでがとっても美しくてですね、動画でも10倍まで、ズームができますので、少しずつ倍率を、変えることも、できるので、まあ、これ一つでカメラ、動画撮影ができちゃう。そして3つ目、4000万画素ですよ、こちら。私の一眼レフと比較してもずっとこちらの方が上 でさらに超広角も2000万画素、ビデオは 4K もできて手ブレ補正もあると、まあ、とにかく、綺麗だというところが3つ目で、4つ目がですねスマホなんでインターネットに、接続できます。で、2019年の9月以降ですね、ハーウェイとグーグル、取引ですね禁止に、なってしまって、その前にギリギリ前に発売されてたものなので、グーグルフォト、Gmail 等がね標準で使えるという、スマホとしても使えるというところですね。それと5つ目が、バッテリー容量が4100ミリアンペア、電池切れの心配がもう全然ないですね。私の使っている iPhone SE は1800、2.25 倍も電池容量があるので、本当に十分ですね。登山アプリヤマップっていうのを使ってるんですけど、それを使いながら、さらに写真やビデオを使いながら1日撮影しても電池はなくならない、そんなようなものですね。それとあと、IPX8、IP6X3 と、防水防塵仕様で、お風呂に持ち込んで YouTube 見たり音楽聴いたり、まあ、とにかく、これ買ってよかったっていうものになりますので、こちらを2位としました。と第1位、こちらになります。あります、こちら iPad mini、第6世代になります。私ね iPad mini は、第1世代第2世代第4世代と、使っていて、
第5世代が出た時ですね、悩んで買わなかったんですよね。そしたらすぐに、画面が割れてしまって困ったなぁと思ってたら、今度はザーッとですね、砂の嵐のような、画面にもなってしまって、本当に最悪な状態で半年、過ごして、iPad mini 6が、こちら出ましたので、すぐ、ポチって購入しました。ところがですね、早く YouTube レポートしてた方がほとんどこちらのですね、パープル色を買っていたので、最初グレーを買ってしまったんですけど、ちょっと悩んで一回キャンセルして、もう一回、こちらのパープルを買い直したというような流れがあったので、まだ使って2ヶ月ということになります。まあ、この後ですね、ぜひ3ヶ月、半年くらい使ったら、レポートをしたいなというふうに思っています。特に気に入ったのはですね、とにかくサクサク動くこと、それと音がいいこと、あとスッキリした画面ですね。まあとにかく気に入りました。それとこちらパコンとこう外れます。これESR のですね、磁気着脱式ハイブリッドケースのブラックになるんですけど、普段はこういうような状態で、使ってます。でただカバンに入れたりすると傷がついたりするかもしれないので、こんな感じで、蓋をして使ってます。まあそれとあと、ちょっと立てたい時ですね、立てたい時はこちらでこう三角形にして、こんな感じですね、こんな感じで使ったり、こう電車の中でこういう風に持つ、手を突っ込めるので持つとすごい持ちやすいというような形で使っているというようなところですね。まあ、ちょっとデメリットはですね、194g ってこれ2つ使っちゃうと重いことと、あとちょっとわかりますかね、少しこう汚れが、ポリカーボネートのところのちょっとね、汚れがつきやすいかなというところが、まあデメリットなんですけれども、とにかく段違いの良さになってます。まあ、2021年、買って良かったガジェットベスト5という形になりますので、また今年1年、2022年のもう1月入りましたけれども、またいいものをたくさん、皆さんにお伝えできればというふうに思ってますので、よろしくお願いいたします。この辺が、買ってよかったものになります。そうしましたら、今回の動画ね、よかったなと思っていただける方はいいね、チャンネル登録をお願いいたします。それではまた、さようなら。